皆さんは普段休日は何をしてるんですか？休日ってあるの？なんかよくわかんないですよね、こういうお仕事っていうか、こういうなんかことをしてると、オンのタイミングとオフのタイミングってあんまなんかよくわかんないけど、そうなんかね、この日決まってるって、うん、あ、この日空いたみたいな、なんかそんな感じの方が多いけど、うん、まあでもそういう日は俺は本当に家から出ないけど、出ないで何してんの？え、オンラインゲームしてる、ずっとオンラインだって普段できないんだもん。でもなんかそもそもなんか休みの時に動画とかを作って投稿してた文化じゃないですか、うん、そう、それがないから最近なんか、うん、メジャーでやってる時はこうオンなんですけども、オフっていう感じでもないですもんね。ないんですね。休みも音楽やってるっていう感じが結構多いので、うん、なんか逆にドンって休みがあったら何していいか分かんなくなりますよね。で、どっか出かけることになるでしょうけどね。まあ、うん、そっか、その時間俺はオンラインゲームに使ってるから多分なんかな。そうだよ、ちょっと動画投稿とか頑張ろうね。動画投稿ね。本当にリーダーは何やってるんですか？で、僕は結構地元の友達とボウリングとか行ったり。アクティブだもんな、リーダーは。若いから。まあ、まだ二十歳なんで。若い。この間も成人式とかで、ね、地元でワイワイ飲んだりとかも。まあ、ある程度、僕はオンオフは結構はっきりしてるかなと。二十歳だとまだ友達いるからね。マイナス発言はしないって約束でしょ。違う。いやでもね、僕もね、この間あれですよ、その高校の時の同級生とかに集まるんですけど、もうあれですよ、みんなね、子供がいるからね、昼間しか会えないんじゃない。子供連れて、いや、いいじゃん、別に会えるだけ。俺なんか地元北海道だから、こっち友達いないんだから。それはちょっと失礼。あれ、僕だって転勤族だからね。幼馴染とかいないからね、僕は。本当に寂しいですよ。まあ、そんなこと言ったら、みーちゃんの出すとか何してんのかね。みーちゃんは、兄ちゃんはあれだよ、作業だよ、作業夜作業してますよ、作業しかしてない、いつも作業してる。ダーソックもね、ゲームとか映画鑑賞、いや最近はね、なんかね、ゲームに夢中でどうしようみたいなこと言ってるけどね、それは俺と似てるかな、そこは、うん、僕以外、インドアということで。いやでも僕もあれですよ、最近ジムちゃんと行ってますよ。なるほど。2日に1回から3日に1回。あ、でもなんかガタよくね、なってますね。休みじゃないですよね、それってね、うん、その仕事の日の午前中行ってるだけだから休みじゃないんですけどね、みたいな。なるほど、なるほど。そんな過ごし方をしております。はい。はい。